ミニクーパー S は初代ミニのスポーツモデル。ミニはもともとミニマムなサイズでありながら大人4人が乗れる経済的な大衆車として計画されたが、ハンドリングにも優れた特性を持っていた。そこで1959年と1960年の F1 コンストラクターズチャンピオンであるクーパーカーカンパニーのジョン・クーパーが、当時の小型車には極めて珍しかったツインキャブレターやディスクブレーキなどでチューンナップを施したスポーツモデルの開発に参加。こうして誕生したのがミニクーパーと高性能版となるミニクーパー S だ。その中でも 970S はレースのクラス分けに適合させるために排気量を 970cc に調整したモデルで、標準型 848cc エンジンの34馬力に対して66馬力を発揮、ツーリングカーレースなどで勝利を収めている。ちなみにミニクーパー 970S タイプはミニクーパー S シリーズの中で最も生産台数が少なく、1964年のデビューから約1年ほどの間に963台のみが作られている。